昨日資料1ですね、を、まあ、一応ざっと、目を通したということでいいかと思います。どういう資料なのかという説明をまだしていなかったので、簡単にご説明しますが、将軍が、津軽越中の守という、大名に対してですね、領地を与えるという時に、送られる文書になります。で、具体的にですね、どうなってるのかっていうのを少し、ご説明したいと思いますが、まず津軽っていう、地域ですね、陸奥の国津軽郡っていうのはどの辺なのかっていうと、今の青森県にあたりまして、ここにピンク色で弘前藩というふうに書いてあるところですね。これが津軽家の領地になります。で、このピンク色のところの中にちょっとだけ白いところがあるんですね、こことここ。これ黒石藩というふうに書いてありますが、実は弘前の津軽家の分家にあたる家です。で、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。大きくしちゃったから。よいしょ。ここに、津軽郡っていうのがありまして、で、もう一つ、まあ、上野の瀬田郡がちょこっとだけあるんですが、これはまあいいとして、ここの部分ですね、3行目のところ、四千石津軽左京っていうふうに書いてあります。で、さらに千石が、津軽一学というふうに出てくるんですが、この津軽家のですね、の所領ですね、全体で4万7千石あるんですけれども、その4万7千石のうちで4千石と千石は、津軽左京と津軽一学が進退しなさい、進退っていうのは、まあ、要するに、支配しなさいというふうに、書いてあるわけです。で、この津軽左京と津軽一学って何者かっていうと、ノートのところに書いておきましたけれども、津軽左京というのは、この津軽政、信政という藩主の、いとこですね、になります。で、津軽一学っていうのは、このいとこの弟、まあ、ですから、信政にとっては2人ともいとこにあたります。こういう関係になっています。どういうことかというと、さっきのやつですね、津軽信政というのはここにいる人です。4代目の、津軽家の当主になります。で、もともとですね、家康から徳川家康、初代の将軍の徳川家康から、津軽家に所領をもらった時は4万7千石もらっていたわけです。で、実はこの2代の津軽家の当主が、なんていうんですかね、所領をですね、息子2人に、分割します。で、4万2000石、本家は4万2000石でいきます。で、4代 の, の、信政も4万2000石を相続します。で、でこっち側ですね、この5千石っていう方です。5千石っていう方は、実は息子に譲るときに、亡くなって、代が変わるんではなくて、この人が隠居して、代が変わるんですね。で、その時に、この人は5000石持ってるんですけれども、隠居生活に必要な、まあ、分として、1000石を自分で持っていて、子供に4000石を与えます。ですから1000石4000石で5000石っていうふうに、なっていたんですが、ちょうどさっ、一番最初の資料1の、朱印状が与えられた時には、このご隠居さんが亡くなってしまって、ここにあった千石を、この
分家の方の当主の弟が引き継ぐという形になっています。ですので、津軽左京というのはこの人なんですね、が四千石。で、津軽左京の弟の一学の信澄という人ですけれども、この人が戦国を、支配するというような形になっています。はい、で、こういう感じですね。ですので、幕府は、4万7千石、を、津軽家に与えて、そのうち本家には4万5千、違う、ごめんなさい。本家には4万2千石。で、4千石と千石は、これは分家の方が支配しなさいと。で、残った4万2千石は本家が、その支配しなさいという形で、この文書が作られているということになります。で、まあ、こういう文書ですね、実際に資料を読んで、まあ、大体こういうなあの内容だということが分かる。で、それをですね、例えば図書館の皆さんですと、まあ、本はいっぱい入ってくるかもしれませんけれども、なかなかこういう古文書が本に紛れてポンと入ってくるようなことがあるのかもしれないし、ないのかもしれませんが、こういうもののですね、目録を取るのは一体どうすればいいんだろうということなんですね。で、歴史学とかアーカイブス学の方で、日本で行われている方法を今日はご紹介したいと思っています。で、基本データというのを、各資料に作っておきました。で、資料1の、基本データは全部、データを埋めてあります、入れてあります。で、資料群ですね、昨日の授業の時にもありましたけれども、歴史の場合は1点の資料っていうのは実は、大きな資料群の中の1点が何ですかね、資料が単独で存在するというのはあんまりなくて、資料のまとまりの中で1点を構成するっていう、形になることが多いです。この場合一番の資料の場合はこれ津軽家文書という、資料群、の中に入っています。で、これは国分権が持っている資料で、国分権の登録の仕方でいきますと、22B というのが津軽家文書という資料群を指す、番号という記号番号になります。で、これの683番というのがこの、丸1の資料の番号になります。ですので、日本に来て国分権でですね、22B の683の資料というふうに、言うと、この資料が出てくるという形になります。で、表題なんですが、表題は後でまた細かく説明しますけれども、とりあえず私がつけた表題ですが、陸奥の国津軽郡、神津の国瀬田郡のうち、4万7千石地業につき朱印状という、タイトルに、してみました。しかも、カッコがついています。カッコをつけるって言うんですね。歴史資料の場合は、表題がついているものについては、表題をそのまま書きます。で、表題だけだと、中身がよくわからないのが多いですので、括弧をつけて、内容を説明するというようなことがよく行われます。で、タイトルがついてないものについては、もういきなり括弧をつけて、内容、どういう内容の資料なのかというので、表題をつけていくという形になります。で、年月日ですが、ここですね、寛文4年の4月5日。で、寛文4年っていうのが、西暦で、何年かっていうことを調べるには、お送りしましたけども、こういう、年代表がありまして、寛文というのはここら辺ですね、ここですね。で、寛文6年、4年でしたっけ、寛文4年だと、1664年ということですね。こういうふうになっています。
で、差出人なんですが、これは書きにくいですね。主印が押してあるだけなんです。主印が押してあるだけで、家綱とは書いてあるんで、徳川家綱の、印鑑だというのは分かるんですが、署名されているわけではないので、どういうふうに書こうかなと、まあ、とりあえず推定したということで、こちらの方で書いたということでですね、括弧を入れて、徳川家綱というふうに、書いておこうと思います。で、宛先、誰に宛ててるのかということですが、ここですね。津軽越中の神遠野へというふうにひらがなで書いてあります。データを取るときにですね、継承をどうするかっていうことがありますけれども、こういう例えば遠野へなんていうふうに、書くと、差出人よりも宛どころの方が、まあ、地位が低いっていうことが分かるんですね。ひらがなで「殿」って書くのは相手に対して相手の方が地位が低い場合はこういう書き方をしますので、そうするとすぐに宛どころを見ただけで、この両者の関係というのが、分かるようになりますので、できるだけデータとして、この継承も取っておいていただきたい。様なのか殿なのかとかですね、そういうものも取っておいた方がいいだろうと思います。で、形態ですが、これはまあ、いわゆる状というやつの中で、たてがみ文書だということで、一応、今回は両方書いておきました。状でたてがみだということで、両方書いてあって、まあ、たてがみだけでも、いいと思いますけれども、一応そういう形で、どういう形状をしているのかというのをデータで取っておくべきだろうと思います。で、数量は1通です。で、奉仕ともというふうに書いてありますが、もともとこの資料は、包み紙がついています。で、包み紙の中に入っている文書で、包み紙の中に1点の資料しか入ってない場合は、その一通に付属するものだということで、一通って書いて、括弧で奉仕ともっていう、奉仕も一緒にやりますよっていうことで、数量を書く場合が多いですね。こんなやり方をします。はい。で、ノートのところは、私がメモ書きをしたやつで、これは原文書は、国文献にありますよということです。で、国文献での目録の表題は、現有院様、朱印状、御朱印状写しともっていうふうに書いてありまして、実はこの、683というのは、本来は、写しと一緒に、何通か入ってるやつなんですが、それの1点、なので、まあ、原表題書いておいて、ちょっと間違えないようにしないといけないなということで、メモを入れてありました。で、この下の3行は、さっきの津軽越中守は誰なのか、どういう人物なのかというのを、まあ、簡単に調べて、メモ書きをしておいたということになります。津軽左京というのは、この4代、信政の、いとこにあたるということですね。で、ここに黒石領主というふうに書いてあります。さっき言ったここの黒石というところですね。で、図ではですね、ここに黒石藩というふうに書いてあるんですが、黒石が藩になるのはですね、1800年代の初めなので、この時期は藩になっていません。藩になるためには領主が1万石持っていないとダメなので、この場合は藩主とは言わずに、まあ、領主というふうに、書いてあります。で、津軽一角は、この信俊の弟にあたるというような、まあ、データをメモして書いておくと。で、この基本データを、まあ、資料を読みながらですね、取っておけば、いざ目録を書くときにですね、非常に、便利に、なると。いうことになろうかと思います。で、ついでにですね、例えば越
中の神殿絵とか、ですね、出てきまして、これからお武家さんの名前がいっぱい出てくるんですが、江戸時代の人の人名でどういう構造になっているのかということを、簡単に説明しておきたいと思います。例えば稲葉能登の神、信通なんていう人物が、いるんですが、まず稲葉というのは名字と言います。名字で、その後、家名というんですけども、通称が来ます。通称で、この立花のっていうのは、まあ、ほとんど名乗ら使わないんですが、これが宇治本姓になります。で、最後の信通というのは忌みなというふうに、呼ばれるものです。まずですね、忌みなっていうのは今で言うと、例えば私の太田直弘の直弘っていうのはおそらく忌みななんだろうというふうに思いますが、そのこういう本名っていうのはあんまり名乗らない、忌む名前なんだっていうんですね、ここのところですが、古代ではですね、尊い人だとか死者を本名で呼ぶっていうのは避けるという、習慣があったんで、忌む名前ということで本名のことを忌みなというふうに言って、むしろそれをこう呼ぶことを避けるんで、あんまり使わないですね。で、その本名の代わりに使うのが家名という通称になります。通称です。ですので、普通、この人が名乗るときには稲葉能登の神っていうふうに、出てきます。で、宇治っていうのはですね、家系を表す名称です。で、大体古代以来の氏族ですね、藤原とかですね、源氏とか平家とかですね、平氏とか、あるいは物の部なんていうのも使ったり、立花というのも使ったりですね、こういうふうにします。なんていうんですかね、自分の家がどれだけ尊いかというのを、示すような言葉で、江戸時代のお武家さんっていうのは、大概どご上がりの人なんかが多かったもんですから、勝手に自分は立花氏の末裔だって名乗るんですね。よっぽど宇治素性がはっきりしている、家でないと、ここの名乗り、本姓の部分っていうのは意外とデタラメだったりするんですが、一応そういう、昔からの、血統がどうなっているのかっていうのをここで、表現することがあります。ほとんど使われませんけれども、こういう、宇治を、使ったりすることがあります。で、名字ですけれども、まあ、いわゆる、名字ですね、今もう日本で使っている、太田直弘だったら太田というのが名字にあたります。まあ、なんだろう、太田だと太い田んぼですから、田んぼの脇っちょに太い木があったのかなとか思いながら、ありしますが、大体ですね、地名だとか地形だとか方位だとか職業なんかからこう、取る場合が多いですね。はい。で、面倒なのは通称というやつで、これあるんだっけな、あ、なかったかな。普通、まあ、忌み名を使わないで名乗るために、仮の名、便宜的にですね、家名といって、仮につけられているものということで、通称というのがあるんですけど、よく、何々左衛門とか何々右衛門ですね、右衛門と書いて右衛門って略しちゃうんですけど、何々右衛門とか何々兵衛とか何々助とか何々の城とか、何々の神なんていうのがあります。で、これは古代の官職にちなんでですね、こういう、その通称に、何とか左衛門とか何とか右衛門というのをつけるのが、まあ、流行ったんですね。で、急速に、普及しました。で、ここには能登の神っていうふうに書いてあります。
大名をですね、朝廷の官位で従五位の下以上ですね、になると、まあ、初代部っていうふうに言われるんですが、初代部以上になると、関都名という、この言葉ですね、関都名という、関都名というのが与えられます。稲葉能登守って、能登っていうのは、これは今の、石川県の、能登半島の能登ですね、能登の国という国があって、で、神というのは能登の国の、国司、ですね、能登の国のを支配する長官という意味 の古代の官職名なんですけれども、江戸時代の官職名というのは、特にお武家さんの官職名は能登守を名乗ってるからといって能登の国を支配してるわけではありません。稲葉さんがですね、私能登守にしたいって言ったら、朝廷に申請、幕府が朝廷に申請してですね、能登守になれます。江戸時代の幕府お武家さんの、官職名というのは、公家の官位の体系からは除外されている、別扱いになっている、もので、これは1630年代に別枠になるんですけれども、それ以降はですね、まあ、毎年幕府が、朝廷に、申請して、朝廷の方は力ありませんからそのまま認めるというような形で、官職名が決まっています。ですので、官職名を途中で変えたり、することが あったりします。でしかも、先ほども言いましたけれども、能登守っていうのがこの稲葉さんが能登の国を支配しているわけではありません。ただ例外的に、国持ち大名といいまして、本当に大きな領地を持っていて、一国規模のですね、大きな領地を持っているような外様大名だとか、そういった大名の場合には、その支配地の、国の名前を使うことがあります。例えば、高知県ですね、土佐の山内家だと歴代土佐の神を名乗りますし、鹿児島県の、島津ですね、島津の場合は薩摩の神を名乗ります。で一番大きな加賀の、石川県ですね、加賀の前田家、は、加賀の神が多いんですけれども、ただ加賀の神だけではなくて土佐の神を使ってる人もいますので、必ずしもその、なんとかの神っていう、関東名がついてるからといってその地域と関係があるかというと、まあ、関係がないと。で幕臣の、例えば、勘定奉行とか町奉行とかですねをやるような人が、初代部になって、関東名を名乗る時なんていうのはもう本当に好きな名前をつけてるというような感じになっております。ですので江戸時代の名前っていうのはちょっと厄介で、肝心な名前本名っていうのは ほとんど出てこないということを覚えておいていただければと思います。後で意味名が出てくるときっていうのはどういうところで出てくるかなんていうのは、資料2のところで見られると思いますけれども、江戸時代の人名というのは、そういうような形になっております。で、さっきも言いました、古文書の目録ってどういうふうに、作ったらいいんだろうっていうことですね。その、ことについてお話をしたいと思います。ヨーロッパの方がアーカイブズ学は、普及していると思いますので、なんていうんですかね、その資料を群として捉えて、でその群のな、構造ですね、構造を明らかにして、でそれを、基準にしながら、いろいろ目録を書いていくんだというのは、これは欧米のアーカイブス学ではもう一般化しているところでありまして、で国際標準で ISATG というのが、
あります。で、この国際標準に従って、日本でも、目録を作っていこうじゃないかというふうに、提唱されたのがわずか35年前で、日本のアーカイブズ学というのは非常に、歴史が浅いんですね。ですので今は欧米から一生懸命、学びながら、日本、独自の、なんていうんですかね、特徴も踏まえて、目録を書いていくなんていうことが、よく行われております。で、この国際標準の特徴を、簡単に、説明すると、一つはマルチレベル、記述ということがありまして、この、フォンドというのが、あります。さっきの、資料1でいくならば津軽家というお家に、集まってきた資料、これ出所と言いますが、津軽家に集まってきた資料が、まあ、数千点とか数万点とかあります。で、他のところのやつが混入している場合もあるんで、そういう時にはそういうのを仕分けしなきゃいけないんですけど、まあその、まあ、津軽家なら、津軽家に集まった資料というところで、これを、一番、根本に置きます。出所というのを根本に置きます。で、それじゃあ津軽家では、どういう、仕事をしてたのか、要するに弘前藩という藩ではどういう仕事をしてたのかというのを、今度、このフォンドの中に、どういう機能役割があるのかというのでシリーズ分けしていきます。で、それぞれのシリーズにどんな資料があるのか、どんなまとまりがあって、どんなまとまりの中に、個別の資料が入っていくのか、で、こういう出所をもとにしてこう、少しずつ不分けしていくような形で、目録を記述していきなさいというのがマルチレベル記述というふうに言われていて、すでに目録の、分類項目が決まっているというわけではないんですね。それぞれの、出所の特徴を踏まえて分類項目を自分たちで作っていかなきゃいけない。で、自分たちで分類項目を作っていくときに、その出所が持っている機能や役割を、中心にして、分類項目を作っていかないといけないというような考え方になっています。まず分類項目が先にあって資料を入れ込むんではなくて、機能的に組み上げていかないといけないというような形になっています。で、もう一つの特徴は、記述要素を国際的に共通化しようという動きでありまして、で、赤で書いたものについてはこれは相互互換に必要なので、この項目だけは絶対に共通化させましょうという項目になります。で、これはレファレンスコード、これは、まあ、日本流に言えば資料番号になります。で、タイトル、表題ですね。で、年月日ですね、はい。で、この記述レベルというのは先ほど言った、このフォンドのレベルを書いているのか、シリーズのレベルを書いているのか、あるいは菩薩だとかですね、ファイルの類を書いているのか、一点一点の資料のことを書いているのかというのを、どのレベルの記述をしているのかというのを書きなさいということになります。これは日本では実はあまりやられてないです。で、5番数量ですね。これはさっきの基本データのところにもありました。で、もう一つは作成者ですね。誰が作ったのかというようなこと。で、この、6つがですね、必須項目だというふうに、言われております。で、その他にはですね、個別の資料の情報以外にコンテクストの部分、ですね、その資料が、どういう形でですね、残ったのかとか、どういうふうに入手したのかとか、いうことがあったりですね、あとは内容をですね、さらに、資料を公開するときに、条件があったりとかですね、どんな言語で書かれているかとかですね、複写するときにはどういう条件が必要なのかとかですね、そういったことをこう書いていくと。で、こちらは関連資料があった場合ですね、
自分の手元に写しの資料があったときに、オリジナルの資料がどこにあるのかとか、逆にオリジナルの資料を持っていたときに、複製が、どこの機関にあるのかとか、これその資料と関わりのある、資料群というのが、どこにあるのかとか、でそういう項目を、書いていくということになります。まあ、このノートのエリアとか、記述コントロールの部分というのは、これはアーキビストが、書いていく、メモだとか、いつ書いたのかとかですね、そんなことを書く。まあ、基本的にはこの辺のところをきっちりと書き込んでおくということになります。で、欧米の目録はですね、まあ、これどこだったっけな、イギリスか、イギリスで、撮影させてもらった目録の一部ですが、資料番号があってこうタイトルとかが書いてありますけど、ざーっと書き込んでいくんですね。こういう形、日本のあれでいくと書士の目録なんていうのは まさにこういう感じで書き込んでいくような目録になっているかと思いますけども、それがずっと資料番号ごとにあります。で使う人はそれを読んでいくわけです。まあ、言ってみれば読む目録なんですね。で日本の場合はですね、こういう読む目録の形式ではなくてリストになっています。で、リストの部分で足りない部分を解題という形で説明をするというような、ことをやっておりまして、どういうことかというと、リストの部分をちょっとこう上げておきました。こういう一覧表にして資料の目録というのは、作られていきます。1点ごとの資料はですね。で、日本で、ね、作られている目録の、まあ、大体の記述要素を見ていくと、資料番号があります。ここの部分資料番号です。で、表題がここにあります。で、次、年代、まあ、作成年代ですね。作成年次があります。で、作成者ですね。で、当てどころが書かれます。で、さらに、携帯、数量、ね。で、この項目を見ると、これは偶然なのか、まあ、当たり前なのかはよくわかりませんが、先ほど言った ISAT-G の必須項目に、ほぼ、準拠していると。いうことになります。ですので日本のこの、リスト形式の、目録でも少なくとも、1点ごとの資料だとか、複数の資料が袋に入ってたりファイルされてたりなんていう、ものを、表現するのにはまあおおむね妥当だろうというふうに、思います。はい。で、あとは先ほどのですね、この、いろんな記述項目の部分を解題というところできっちりと書き込んでいけばいいんだろうというふうに思っております。で、先ほど資料1のところで見た、基本データですけれども、どういうふうな形で、基本データを取っていたかということですね。まあ、資料群名はさっきのフォンドの名前を書いていると。で、資料番号はまあ普通に、資料を識別するために付与された資料番号を記述すればいいだろうと。で、表題については原表題主義です。原表題をまず記します。で、原表題だけだと内容がわからない場合には必要に応じて括弧をつけて、内容を補うということです。で、表題がない場合はもういきなり括弧をつけて表題をつけてしまうということです。で、目録を作る人が補って書いたものについては全て括弧をつけるというのが、日本の古文書目録を作る時の原則になります。ですので括弧がついてないのはもともと資料に書かれてるんだなっていうのが、そういうふうに思っていただければいいだろうと思います。で、年月日ですけども、資料に書かれている年月日をそのまんま記述すればいいだろうというふうに思います。で、数字は横書きだったら参用数字に変えてもいいだろうと思いますが、基本的にそのまま書いておいた方がいいと思います。で、10巻12紙とかですね、月の意象といいまして、12月のことを極月とか言ったりするんですね。極まる月っていうふうに書いてですね、
こういう、これ12月のことです。12月の、12があれになっちゃいましたね。12月のことを言いますね。で、よく出てくるのは正月ですね。正月って三が日だけじゃなくて、1月ずっと正月っていうふうに言ったりします。これも月の意象になります。で、こういう、月の意象が書かれている場合もそのまま書いといた方がいいだろうというふうに思います。で、年月日が書いてない時があります。年が書いてなくて、月日しかない場合もありますし、年月日が全部ない場合もあります。で、それでですね、関連資料とか他の、文献なんかと付き合わせた結果で、年月日が推定できる場合は、これも括弧をつけて、推定した年月日を記述しておくといいということになります。はい。で、次、差出人ですが、差出人は肩書きと名前。を記述しておけばいいと。で、複数の、人の名前があるときは、まあ、最初に出てくる人の人物で、まれにですが末尾の人を書く場合もあるんですが、それは資料の性質、書かれている資料の性質から、判断しなきゃいけないんですけれども、まあ、大体は初出、はじめ一番最初に書かれている人物を記して残りは他何名なんていうふうに書いたりする場合があります。で、ちなみに他何名っていう時には、この一番最初に書いた人の、人は人数に含みません、ですので4人書いてあって一番最初の人の名前を挙げた場合には、他3名っていうふうに書かないといけないということになります。はい。で、次、差出人が書かれてな、いない場合でも推定できるときには、括弧をつけて差出人の名前を入れておくと。これはさっきあれで出てきましたね、徳川家綱というので、出てきました。推定できる場合には、括弧で入れておくということです。で、あとですね、これはもう目録によってまちまちだったりするんですが、なんていうんですかね、オリジナルの文書であるか写しであるかっていうのを判断するときに押印だとか顔が書いてあるとかっていうのが判断材料になる可能性がありますので、印鑑が押してある場合には例えば括弧印とか、書き判がある顔がある場合には括弧顔なんていうのを、書いておくと、後でこれはもしかしたらオリジナルなんだと、これは写しじゃないんだとかっていうのが区別できるようになるだろうというふうに思いますので、こういう、印鑑とか顔があるっていうことも、差出人の項で、記しておくと便利なのかもしれません。で、あとが、当てどころですが、これも、資料に書かれている宛先いいですね、当てどころの、肩書きとか人名、これも複数名いる場合がありますから、複数名いる場合には差出人と同じような処理をすればいいだろうと思います。あと、先ほども言いましたけれども、継承がついている、様がついているのか殿がついているのか、によって違います。で、さらに継承の後に横のところにですね、脇付けという、言葉ですね、語法だとかですね、なんていうんですかね、相手を敬って、つけるちょっとした言葉があるんですけれども、そういう脇付けと呼ばれるような言葉がついていた場合には、その身分や格式を判断する材料になりますので、そういうのも、書いておいた方がいいかと思います。で、携帯については昨日、古文書の携帯のところで、やりました。まあ、大まかに上と札、冊子とですね、綴りに分かれます。で、それぞれが上だったら縦紙から、横切り継ぎ紙まで、何種類かありましたね。で、冊子の場合には、縦帳、横長帳、横半帳なんていうのはありました。はい。大まかには大体その3つぐらい、ですね、冊子の場合3つぐらいに分けておけばいいだろうと思います。で、綴りというのがあります。で、まあ、そういう、形態を変えておけばいいだろうと思います。で、数量ですけれども、実際にある資料の数量を記入していきます。で、単位もつけておいた方がいいと思います。一通とか一冊とかっていうと、携帯が分かる。で、一つずりとかですね。この、式とか法って書いてあるのは、これ絵図に使う単位で、
ひとひろげっていう意味です。で、式と穂っていうのは、同じ字なんですね、基本、元字はね。なので、まあ、式って書いたり、穂って書いたりする人は様々ですが、意味としては、ひとひろげという意味で、大きな絵図をバーンと、広げますが、その広げた絵図、一点のことを一式とか、一穂とかっていう言い方を、しています。はい、であとですね、便箋に書かれた手紙なんかがあります。で内容はつながっているんですが、複数のシートに分かれている場合、こういう場合は内容的には一通なんだけども何枚かに分かれているよというような形で、記入すると非常に、分かりやすいかなというふうに思います。であと、一点の資料に一点の包み紙なんかが付属している場合には、一通で奉仕ともなんていうふうに書いておくと、いいかなと思います。この場合、奉仕は点数に数えない場合が多いです。はい、でノートは、まあ自分が調査したことを自由にメモするということですね。で、まあ、関連する調査としてはですね、資料に登場する人物をチェックしたり、その、資料が書かれた時期の、まあ、歴史的な背景、なんかがあれば、そういったことをメモしておくと、非常に目録を、作るときに役に立つだろうというふうに、思います。で一番難しいのは表題の付け方なんですね。で、表題の付け方は実は日本では、今2種類がまかり通っています。一つは、古文書学に基づく方法です。日本ではですね、中世、まあ、16世紀までの資料というのは非常に数が少ないので、もうすでにその、古文書に関する様式論というのが確立していて、古文書学というのが成立しています。ですが、日本近世ですね、江戸時代以降はもう本当に文書主義の時代と言われているように、多様な文書が大量に作られる時期になってきていますので、はっきりと確立された古文書学というのはできていません。様式論で、語れるのはおそらく武家文書までです。それはなぜかというと、260を超える藩があって、さらに幕府があって、それぞれがそれぞれで独自の支配の仕方をしています。ですので、例えば津軽藩で作られている文書が、隣の藩では作られていないとかですね、そういったことがいっぱいあるわけです。共通するのもありますけれども、全然違うのもあります。で、そういうのをこう区分けしてですね、様式論としてこう議論を体系化していくにはまだまだ材料が足りないという、ような状況でありまして、近世では古文書学は、発達していないというか成立していない、です。で、博物館の展示だとか、あるいは、古書の売り立て目録なんかの場合はですね、古文書が出てきている場合がありますけれども、その場合は、近世文書であっても、中世のこの古文書学に、即したタイトルが付けられている場合があります。例えば、さっきの、1の資料でいきますと、徳川家綱領地朱印状というふうに、書いてあったりする場合があります。これを見ると、まあ、徳川家綱が領地を与えた時の朱印状なんだというのが、まあ、分かりますけれども、徳川家綱領地朱印状なんていう、ことは、資料の中には一点も書かれていないわけです。だからこれはもう明らかに古文書学にのっとって作られた、タイトルというふうに、まあ、言えるかと思います。でこれに対してアーカイブズ学に基づく方法です。でこれはタイトルを勝手に作っちゃうんじゃなくて、原表題をまず尊重すると、もともとあった表題を尊重して、それだけでは内容がわからない場合について、括弧をつけて内容を補うと。で、まあ、近世の古文書の目録というのは大概そういうようなやり方をとっている。
ということですね。ただ問題もありまして、これなんか、例で挙げましたけど、差し上げ申す一冊のことっていうんですね、タイトルは。で、このタイトルは、一冊っていうのは要するに一通の、証文っていう意味なんですが、一通の証文を差し上げますっていう内容です。で、そうすると、何の一通の証文なのかさっぱりわからないと、いうことになります。で、こんな同じタイトルが、いくつもいくつも、別の資料につけられているんですね。で、そうすると、中身を補わないとわからないので、例えば、年貢上の差し支えにつき金子借用証文なんていうのを、我々の方で補ってあげる。で、そうすると、このタイトルの文書なんだけども、実は、借金した時の、証文なんだなというのがわかるというようなことになろうかと思います。で、ですね、でこの、アーカイブス学に基づく方法を、取るときの、取り方ですけれども、まず原表題を、記述しなさいというのは、まあ、散々言ってますね。で、内容を補うときにはどういうところに、ポイントを置いたらいいのかというのを、2つ出しておきました。丸1がですね、文書が作られた原因、理由、出来事、そういうのはないかというのを探します。で、その次、丸2、どういう性質の資料なのか、お願い事をしている願書なのか、あるいは上から、その願書が認められた許可した時の許可書なのか、あるいはなんかこう、領収に対してお届けをする、届け書きをしているものなのか、伺い出ているものなのか、口上書なのか、書き付けなのか、証文なのかなんていう、そういうこう、どういう、目的で作られたものなのか、どういう性質の文書なのかという、点に注目します。で、その2つについて、文書の中からキーワードを拾い出して、で、それをこうつなぎ合わせるように、簡単に記述していくというのが、表題の、取り方になります。で、内容を補うときの書き方なんですが、だいたい丸1につき丸2っていうんですね。これ、原因、理由があって、なんとかにつきっていうふうに書きます。で、これはなんとかに関するっていう意味ですね。なんとかに関するとか、なんとかについてのっていう意味です。で、丸2、どういう性質の文書なのか。というふうに書くのが、まあ、一般的かなと思います。ただし、簡略化してですね、これ1だけ、とか2だけとかっていう、場合もありますけれども、大体こう、このポイントの1と2というのを、踏まえながら考えていくと、タイトルが付けやすいと思います。で、例えば、さっきの差し上げ申す一冊のことってですね、で、年貢上の差し支えにつき金子借用証文、これを見ると原表題はこの差し上げ申す一冊のことで、丸1が年貢上の差し支えっていうのが、これは原因理由に当たります。で、これが丸1になります。で、どういう証文かっていうのが金子借用証文という、資料の性質ですね。で、これが丸2になるということになります。で、例えば、丸1だけで書くと、例えば原表題があって年貢上の差し支えにつきなんていうふうに、書いても、まあ、悪くはないんですが、別にこれで罪に問われることはありませんが、なんとなく物足りないんですね。年貢上納に差し支えたので一冊差し上げましたって、何を差し上げたんだよっていうのがわからないっていうことになります。で、今度丸二だけにすると、差し上げ申す一冊のこと、金子借用につき、まあ、これでもまあ意味は通じるんですけど、何のためにお金借りたのよっていうのがわからないですね。だ、なんとなく、物足りない感じがあるので、1、2が揃うとなんとなく、なんていうんですかね、どういう資料なのかというのの、性質がはっきりわかるということになろうかと思います。で、キーワードの探し方です。これはポイント1にはさっき整理、言ったことを整理しただけです。で、目的ですね。ポイント2は目的と言い換えてもいいかもしれません。で、探し方なんですが、全体をまず通覧します。そして、書き手が、ここが重要ですね。どういう動機で何をするためにこの文章を書いたのか、ということを常に
考えながら全体を通算していきます。でこの赤字にしたところ、どういう動機で何をするためにこの文章を書いたかというのを表現しているような言葉を文章の中から探し出していきます。でその時にポイントになるのは、すごく重要だっていうふうに思う言葉と、まあ、ちょっと重要だけどなっていう、こう、一番重要な言葉とその次と、さらにその次ぐらいのこうランク付けを、キーワードを、探すときにしておくと、表題が非常につけやすくなるということです。で一例を挙げます、さっきの資料1です、丸で囲ったところがとっても重要だなと思っているところです。朱印が押してある朱印状だっていうことはもう非常に大きな意味を持っています。で、あとはですね、領地という言葉とか、当てがいという言葉ですね。こういう言葉は、この資料の性質を表します。所領を与える領地する時の朱印状なんだっていうのが、分かるので、これはポイントの丸二のところで非常に重要になってきます。で、どういう出来事なのかっていうのは、まあ、あんまり書いてないんですが、この資料の場合、そうした時に何を補えばいいかというと、じゃあこの津軽さんにどういうこの領地の具体的な内容が分かると、割と細かくなんていうんですかね、どういうものなのかというのが分かるだろうということになりますから、そういうふうに考えると、陸奥の国とか上野の国とか合わせて4万、7千石だとか、というようなところを押さえておくと、まあ、表題書きやすいだろうと思います。で ここで囲ったとこですね、さっき の, 4千石は津軽左京に渡して、千石は津軽一学に、渡すなんて、これはメインではなくて、サブの内容なんですね。でサブの内容については、全部丁寧に書き込んじゃうと項目いくつあっても足りないような感じになってしまいますので、サブのところは大胆に落とすと。でメインになるところ、でポイントになるような言葉を拾い上げてつなげていくということですね。で、書き手が朱印、まあ家綱というふうに書いてあります。印鑑に家綱って書いてありますので、これはもう将軍だと。で朱印状という特別な様式の文書だということで、当てがいと治療、所領を与えるという意味があるということですね。で、先ほども言いましたけども、それをこうどういう所領を与えたのかというのを説明するために、陸奥だとか上野だとか4万7千石なんていう言葉があると便利かなというふうに思います。で、最終的に書いたのが陸奥の国津軽郡というのは、まあ、これも簡単に補っただけで、これなくても大丈夫だと思いますが、陸奥の国津軽郡、上野の国瀬田郡のうち4万7千石っていうのはやっぱりあるといいなと思います。で治療につき、朱印状ということで、こういうタイトルをつけてみたということになります。こういう基本データを取る、練習をしておくと、いざ図書館にですね、古文書が舞い込んできた時にも、どういうデータを取ればいいのねっていうのが、分かるかと、思います。で次のところはで、いよいよ、次の資料ですね、次の資料を、資料2を、ごめんなさい、これですかね、これ資料1ですね、よいしょ、これですね、資料1を、資料2をですね、これを拡大したやつがあるんだ、資料2を見て読んでいただくということにしたいと思います。これはさっきも見たようにこういう形のものです。こういう形のものになります。なんて言いますかね、資料の、形態だとどういう形態になるかというのを、昨日お渡しした、資料の形の、ところですね、資料の形態のところから、見て、いただきたいと思います。で、
それがですね、片面だけ書いてある、片面って言いますか、上の方だけ書いてあるということで、読みやすく拡大しました。で、中身は手紙です。手紙です。お手紙になっております。で、これ40分まででしたっけ？ちょっと待ってください。これですね。40分までですね。あと10分ぐらいありますので、この文章を、読んでみてください。で、